スラムダンク映画やりますね。ああね、楽しみですよ。やっぱ見に行くんですか？もう絶対行きますよ。好きですよね。いや、中学校の頃からファンだからね。好きなセリフとかあります？あ、好きなセリフいっぱいあるよ。まあ中でも自分はこの三の VS 湘北の時に、試合の前ですね、選手たちがみんな緊張してるわけですよ。でそれで安西先生が勇気づけるっていうね、で一人一人で、その中でもその三井久志を勇気づけるところがあるんですけど、そこが三井久志がもう緊張してきてトイレ行くわけですよ、何度も出ないのに。でそれを見てるんですよね、後ろから安西先生が。でこう偶然を装って入っていくわけですよ。でそしてこう話しかけるわけですね、三井久志も。三井君の今日のこうマークする向こう側の選手が一人違うと。でどういうことですか、俺の相手だけと。そしたらこう全国でもディフェンスのスペシャリストですよの一ノ倉聡っていう選手が三井をマークするよみたいな。どういうことですか、そしたら言った一言が、いくら三能といえど三井久志は怖いと見えるというね。だからこのいくら王者三能でもこの三井久志のスリーポイントとかはすごい怖いよっていう、そういう意味で勇気づけてるかなっていう、それが好きなセリフですね。逆にある？